はい、こんにちは、松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、今日はですね、新聞の休刊日ちょっとお話したいと思うんですけど、この前ね、9月の8日日曜日、朝5時にオリンピックがね、東京オリンピック誘致決定しまして、騒がれました。私もね、起きてメール見て決まった思ってまた寝ましたけどね、やったーって寝ましたけど、ちょうどね、まあ、5時に発表されましたから、新聞に間に合いません。まあ、号外で出ましたけども、月曜日が新聞の休刊日だったんですよね。僕なんでこんな大事なこういいことを休刊日するのかなと思ったんですけど、同じように思った方たくさんおられましてね、新聞の休刊日というのは年間でこう決まってるらしいんですね。でもこの新聞協会さんっていうのがあって、もうそこが大体決めていると、まあ、日本新聞協会のがあって、そこがまあ全国紙でも地方紙でもほとんどもう同じようにしているらしいんですけどね、まあ、決めてて、ですからまあよっぽど選挙とかが前もっと分かりますから、選挙とかない限りは決めているそうなんですけど、まあ、ただスポーツ紙とかは出るそうです。スポーツ紙とはまた新聞とは違うそうですね。で、海外の新聞にも休刊日あるのかと調べましたね。ないんですね、海外では。確かに新聞っていうのは本当毎日まあね、出すべきで、まあ、確かに休むその配達員の人とかもずっと仕事しないといけないわけで大変ですけど、まあそれはそれでちょっとこうね、人を増やすとかして考えられてもいいものかなと思ったりするんですけど、まあこの新聞の休刊日っていうのはね、まあ日本のなんかこう決まったあれでしょうけど、どっかこううちはもう年中見下りますよっていうのができてもいいんじゃないかなと勝手に思ったりはしますけどね。今日は私のこれ知ってますよ、新聞の休刊日でした。まあ僕らも休みもらってるからね、それ休まんとしんどいでしょうけどね。まあでも24時間してるコンビニもありますしね、なんとも言えません。ありがとうございました。